お前結構最初から計算してるよな。まず準純合増動祭行ってNPC ガチ監禁罪してないしてない。 NPC 殺人してないよ。ラチラチ、これみんなあっち行っちゃった。誰だ、え、カルビの声する。カルビちゃんこれイーズイやん。うわ、カルビビームちゃんと、あ、いいよ。リリムとバイクさばきマジ舐めたらね。ツーオンワンオッケー。じゃあリリムちゃんとアリケンでいいんじゃない。リリムとアリケンとツーオンワンで条件オッケー。え、徒歩徒歩アタックして、アタックアタック、俺が運転するってこと。リリムちゃんと、え、ユンバイク、ユンバイク、あ、オッケーオッケー。アタックしなくても逮捕できるんじゃん。じゃあ行きましょう。確かにアタックしないでいてみる。死ぬんじゃね、勝手に。勝手に死ぬんじゃね、本当に。いいよいいよ、行くよ、せーの。ちょっと様子見るか、一回いけ、リリム。腕前がね、ちょ、リリムの腕前を見るか、一回もうこの時点で、おい、性能がいつでも引けるぞ、リリムのこと、俺リリムさん、リリムさん、リリムさん、リリムさん。バイクアタックしないのよ、基本的には。なんで、なんでアタックすんだよ、あいつ。死んでる。リリム死亡です。カルビー、止まりなさい。おい、殺人犯、止まりなさい。止まらん、お前、リリムが死んだぞ。殺人罪だぞ、おい。ああ、直線速いなぁ。どうせコメットにはかなわんけどね。どうせ事故るだろ。でもほら、勝手に事故ってるもんね。違う違う、おーい、カルピさん、違うよ、事故ってないよ。煙出てるよ。カルビー俺まだ何もしてないぞ。俺まだ何もしてないぞ、カルビー。こんな、あー、カルビー、僕もうちの姫を殺してくれたな。え、これってさ、これって、この殺人犯名、これって何本やんの、これ。え、逃げ切るまでだよ、お前。ずっと、そうだよ、一生。え、終わる終わりたい。ああ、そう、あ、お前もしかしてベイトされてる、お前今は。お前もなんか発言が、お前もうさ、お前止まれ一回。うまい。お前もなんか、お前裏で作戦動いてるだろ、お前これな。おい、お前が一人でフリーカーなんて怪しいもんな、お前な。違う、あ、壊れた。はい、関連して出てきなさい。断念して出てきなさい。カルビ確保。はい、確保でーす。マジかよ。はい。いやー、マジかよ。お疲れ。いや、カルビ頑張ったよ。頑張ったよね。どこ、私の運転、前よりも意外とうまいかも。まあでも何もせずに、なんか耐久半分以上多分減ってるから、それ直せばまあ。そう、あのね、もともとね、耐久を直しにここまで来たんだけど、ついでにやりたくなっちゃってやっちゃった。お前怖、動機怖、お前。根っからの犯罪者やん、お前。姫死んだぞ。見えてやっちゃった。リリム。リリムは死んだんだから。うん、そうだね。1キルしたからいいや。目の前でショッキングだったよ、今。1キルした。リリムミサイルが飛んでったよ。今日はどこ行った、保護者。今日は保護者はあんまりいないんですよ。あ、そうなんだ。いや、保護者いないからね、もともと私がね、トップだから。え、そうなの。そうですよ。あ、そうなんだ、いいじゃん、お姫様じゃん、本当に。そうなんですよ。ボスなんや。ボスなんです、私が。いろんな場所を見たんだけど、うん、ありがとう、カルビ選手。次は頑張ってね。応援してくれてありがとう。切符切るか。次は一緒にレースしような。してやればよかったのに、お前。でも強そうなんだもん、だって強いね、ストグラゼマジ強い、うん、
ってもナズピとリリムがいたからそりゃリリム選ぶよ。そう、ささっとやっちゃうからね。はい、ちょっともう申告せ、自分が何したか言って。強盗グー。ちょ、ピザ、いピザ1枚ちょうだい。リリムちゃん大丈夫？あ、え、いいよ、しょうがないな。このくらまでおっしゃって。許さないからな。あ、リリム、お前が切る？お金も切りな。なんだその気持ち悪いか。お願いします。オッケー、はい、リリム、リリム、変装マスはい、リリム、カルビからお金もらっていいよ、切っていいよ、切符。え、何？切符何があるの？そう、F7 で、で、まず、銃刀法違反。銃を持ってたのか。銃持ってね、はい、これ1万、ね、あ、1万じゃないよ。そう、それ1個切って そのままね、はい、そう、で、なんだ、で、あとは背中タバコ1本。何強盗罪になるんだこれ。準強盗。準強盗罪。オッケー、これプリズンいきます。準だよ。ブリズン、いや、10だね。10強盗罪。じゃあそうだね、じゃあ10強盗罪切って。重たい罪で、重たくて強いやつだよこれ。多いな。ごめんなカルビ、俺ら知らねえんだよどうやって切るか。だから適当。お前結構最初から計算してるよな。リリムちゃんも初日からいるよね。うん、全部覚えれない。なんだなんだ、だからなんだ。まあまあまあ、でもその分ね。まあね、銃強盗罪でやってると思う。軽強盗がね、コンビニでね、うん、確かね、銃強盗罪がフリーカだった気がするよ。なんでこいつ縛ってないんだ。ハエだから、ハエだから、やっぱ手スリスリさせないと死んじゃう。普通の強盗罪だっけ。あれ、何種類あんだ強盗罪って。わからない。え、10お前詳しくないの。ちょ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 、なんで受けんの。10じゃないってこと。10じゃないってこと。上の人を呼んでこい。じゃあもう静かにして。準銃強盗罪らしいわ。準銃盗罪。ダメだ。準強盗罪。準強盗罪。はい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 、来た。いけたいけたいけた。うん。もう怖っ、もうめ、もう、そんぐらいでいいんじゃね。なんかもう適当に、じゃああと1個ランダムで。やめてよ。ランダムやめてよ。ちょっと聞いてみよう。すいません、あのカルビさんの罪は何ですか。そうです、フリーカーです。もう一回いいですか。フリーカー銀行やってたんだとしたら準重強盗罪ですね。あ、了解です。あと人質の拉致監禁もあります。ネピシ拉致監禁了解しました。おいカルビ、お前いっぱい出てくるぞお前。拉致監禁、公務執行妨害。公務執行妨害いっぱい出てくる。アリケさん覚えて。ちょっとアリケさん覚えて。まず準強盗罪行って。それもうやった。準重強盗罪行った。公務執行妨害、公務執行妨害、はい、NPC 拉致監禁罪、はい、NPC ガチ監禁罪。しっかりして。 NPC ガチ拉致、ガチ拉致監禁罪。どれそれ。ねえ、ガチガチ監禁罪。どれ NPC 殺人罪しかない。もうそれでいいか。してない、してない。 NPC 殺人ラッチ、ラッチ、あ、ある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 。13番、そうそうそう、13番。うん、あと、なんて言った、もうちょっと覚えて、あともう一つある。あ、営業妨害。営業妨害行こう。営業妨害、言うだけ。業務妨害罪も多分入ってる。あ、それだ、業務妨害罪。妨害公務、執行妨害。公務執行妨害だ。公務執行妨害だっけ。公務執行妨害だ。公務し、え、お前切らなかった、さっき。公務執行妨害は分かんない、ちょっと手錠かけられてると見れないんだよね私。あ、本当。まあまあまあ、いいんでない、もうそんぐらいで。こ、怖え。ちょっとまあまあまあ。でもアリケンさん、今さ、お金がもらえなくてさ。お金言ったら多分くれるよ、ほら
このあの人とかに言ってみ、お金くださいって。いや違うんだよ、え仕事してお金が欲しいんだよ。だからカルビに今切ったからもらえるよ。だからこの切った分は、うん、そうだから大切なのはこういう時がいいの。え、どうする、2個ぐらい多くつけとく。やめてよ、クラスでもう一回バレないかな。じゃもう一回するから、うん、もう一回するから。あ、オッケー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 。じゃあこんだけにしとくわ。分かった。プリズン何分にする。じゃまた指名してあげるから、うん、え、これプリズンなし。プリズンなしにするか。あ、そう、なんか良心的だしな。あ、確かに、指名してあげようだったんよね。あ、カルビちゃん、指名してくれるなら、じゃあ、こんにちは、うん、ちょっとその顔を変えてほしいな、その顔を。はい、ちょっと待って、中にいますから。はい、あ、かわいいかわいい。かわいらしい顔がね。で、私の目。はい、募集。うん、まあ、一応プリズン送っとくか、まあ、平等にね。うん。ああ、そうだね。うん、そう。なんか、つながってるって思われるのはあれだからね。確かに。何分、まあ、何分か決めていいんじゃない、リリムが。なんか、力強い目してるね。じゃあ、プリズン。高すぎて。プリズン送ろっか、じゃあ。分かったよ。うん、行ってらっしゃい。何分にする？じゃあ、リリムちゃん、またね。と指名するよ。またね。うん、分かった。その時はね、絶対、勝つからね。分かったよ。車盗んだ、いいか。強盗罪かな。はい、行ってらっしゃい。そうなんよね。よーし、一件落着。ナイス。やべえ。